八代茜です。今日ご紹介するのはこちら、じゃーん、 LOL サプライズ OMG プレゼントサプライズ、イエーイ。以前こちらと同じプレゼントサプライズシリーズ1体ご紹介したことがあるんですけれども、今回2体目のミスセレブレイトちゃんが発売されました。さあ、それでは早速見ていきたいと思うんですけれども、前回のプレゼントサプライズの時とはまたパッケージが変わって、もっともっとドールちゃんが見えるようになっていますね。で、プレゼントサプライズにいつもついてくるこのリボンがついております。そして札がついていて、パーティータイムって書いてありますね。で、トゥーとフロームが書いてあるので、このままプレゼントとして渡せるよっていうボックスになっていますね。全部で今回20サプライズ入っているみたいです。さあ、それでは裏を見ていくと、可愛らしいスカートのイラストが書いてありますけれども、こんな感じの子が入っているよということですね。今回の妹ちゃんはこの子みたいです。さあ、それでは開けていきましょう。前回はですね、開けた時にポンと弾けて飛び出るギミックがついていたんですが、今回も見る感じそういうギミックがなくなっております。このまま引き出すんじゃないかな。じゃ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 ーん。最近ご紹介している新しいパッケージの全く同じタイプですね。プレゼントサプライズなのに飛び出るものなくなっちゃったんですね。それでは全部拘束を外していきたいと思います。はい、開封してきました。さあ、それではちっちゃいものから見ていきたいと思うんですけれども、まずこちら説明書ですね。最近の説明書は薄いのでとても簡潔でありがたいですね。スタンドの組み立て方です。手の取り外し方が書いてありますね。そして今回はパンフレットではなくポスターになっております。パーティーって書いてありますね。かわいいポスターです。結構大きめのポスターになっているので、ラミネートとかして保存するとかわいいと思います。裏はこんな感じ、ミスセレブレート。そしてスタンドの方がこちら、今回シルバーですね。で、クリップは2個ついておりました。ちっちゃいのと大きいのですね。そして小物を開ける前に、こちらが外した後の背景ですね。一応大きいケーキが描かれていたりとか、他のドールちゃんのね、写真が飾られていたり、パーティー会場みたいな背景になっていました。ただ穴とかもいっぱい開いているので、全然プレイセットとしては使えないものになります。さあ、それでは開けていきましょう。まず靴から開けていきましょうか。さあ、それではいきます。靴です。じゃーん。お、白い、白のすっごいヒールの高いサンダルパンプスなんですけど、正面にシルバーのリボンとちょっとモチーフがついているパンプスになっております。それにしてもヒールが高いですね。でも可愛いデザイン。さあ、それでは二つ目。さあ、穴がいっぱい入ってます。いきます。じゃら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 。おー、本当にいっぱい入ってる。髪留めかな？パール風のモチーフがついているピン留めですね。これいっぱいぶっ刺してパーティーヘアにする感じなのかな？こんな感じ？そしてサングラスです。ピンクの半透明のサングラスですね。結構シンプルなサングラスになっています。さあ、それでは、カバンかな？じゃん！かわいい！ピンクのパールの巾着型バッグですね。すごい！カチカチなんですけど、あ、これでも細かい、このちゃんと紐のところがキラキラしてます。で、この真ん中の止まるところ、お星様のマークでキラキラしてます。取っ手の部分がチェーンみたいな感じのバッグになってますね。で、一応開いてはいるんですけど、これカチカチなので全然開いたりはしないので、実質物を入れるのはちょっと厳しいかなっていうカバンではありますね。遠目から見ると本物のパーティーバッグみたい。かわいい。さあ、それではお洋服ついてきています。お洋服の袋かわいいですね。風船の絵柄になっています。こちらですね、すごいゴージャスなスカート。あ、光沢感のあるサラサラとした生地になっています。3段のスカートになってますね。めっちゃゴージャスです。で、真ん中がチェーンになっていて、こっち側はマジックテープで一応開くようになっているので、お尻が大きい
OMG ちゃんたちでも入るよって感じなのかな。それではドールちゃんを見ていきたいんですけれども、まず目を引くのはこの頭ですよね。すごいモコモコのアフロヘアになっております。で、これボックスに入ってたからしょうがないと思うんですけど、見る感じね、ペタンコになっております。もう毛量がすごいです。本当にもっさもさ、気持ちいいちっちゃいカールがいっぱい集まってるアフロヘアですね。とっても可愛いです。さあ、そして前髪が横流しになってますね。ここはね、がっちりノリで止まっているので型崩れしなさそうでありがたいですね。いや、とても可愛いと思います。さあ、そしてメイクを見ていくと、眉毛がね、かなりオレンジがかった茶色ですね。そしてで、アイシャドウがシルバーのラインで引かれてますね。シャドウっていうか、ラインっていう感じです。シルバーのアイライン。そして、白ラメのアイシャドウなのかな？で、まつげバッチリですね。で、今回、目のハイライトがお星様型になっております。で、すごい綺麗な水色のお目目してますね。で、ピンクの可愛らしいリップになっています。ここにお星様のマークのシールなのかな？貼ってありますね。可愛いです。さあ、そしてピアスがすごいゴージャスなミラーボールがいっぱい集まったみたいなフープのピアスをしておりますね。そしてお洋服、可愛いです。トップスが全体的にレースのトップスになっていて、ハイネックですね。とても可愛い。たださっき危なかったんですけど、指にちょっとしたささくれとかがあるともうすぐ破れちゃいそうなので、持つときは気をつけましょう。さあ、そして一応水玉模様がこのメッシュのお洋服にもついてますね。中のこれ多分ブラだと思うんですけど、ピンクのブラが透けてますね。で、ここに透明のラメがついてるベルトみたいなものがついています。かなり大きな、ちょっとチャンピオンベルトみたいな形のベルトがついてますね。で、革っぽい素材のスカート、上の部分は結構タイトめなスカートで、下にプリーツが入ってる感じのスカートですね。白で光沢がある感じのレザー調の可愛いスカートになっています。そして靴下も上のトップスと同じレースの靴下にも水玉模様がついています。そしてこの子は指輪をしております。グッドって書いてあります。そしてネイルが白のパールですね。あ、こっち側も指輪していて、こっちはね、ガールって書いてあります。さあ、ちょっと脱がしてみましょう。さあ、今お洋服脱がしてきたんですけど、中身こんな感じでしたね。レオタードみたいな感じで、シルバーのストラップがついたボディースーツみたいな感じですね。このピンクの色合いが可愛いですね。下着はペイントでピンクのパンツを履いています。とりあえず全部着せてきたいと思います。お着替えさせた姿がこちら。じゃーん、すごいピンクが派手派手で、すごいゴージャスな、もう後ろから見ると完全にドレスみたいなスカートになっております。このカバンのピンクもとっても可愛いし、サングラスもかけてみました。多分パールはこんな感じでつけるんだと思います。前回ご紹介しているプレゼントサプライズの子と比べると、ちょっと着せ替え要素自体は減っちゃったかなっていう感じがしますね。ただこの子自体はね、とても可愛いので十分満足できるドールだと思います。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまたお会いしましょう。 See you!